はい、こんにちは、ちせせです。今回は9月の7日金曜日朝の9時から始まる期間限定イベントクエストの先取り情報を PS4 版とパソコン版に分けてご紹介と、こちらはヨタ話ですが、10月に大型アップデートが来るのではないかというお話をさせていただきたいと思います。まずはプレイステーション4版注目の目玉クエスト、嵐の最中で。クエストレベルは星9、フィールドは竜結晶の地。受注参加条件はハンターランク50以上、クリア条件はクシャルダオラの討伐です。歴戦王のクシャルダオラが登場。見事討伐して防具クシャナガンマシリーズと重ね着装備ギルドクロス衣装を入手しようとのことで、皆様お待ちかねの歴戦王クシャルダオラのイベントクエストです。歴戦王クシャルダオラは以前の歴戦王超絶カトルに乱入した個体と同じ仕様であれば、閃光を投げても落ちてこないという可能性があります。限定装備のクシャナガンマシリーズと新重ね着装備ギルドクロス衣装が来るので、ぜひ討伐したいところですよね。そしてここで公式サイトを見ますと、この嵐の最中でのクエストがなんと10月の5日まで継続されます。通常歴戦王クエストは2週間ですが、今回は4週間と非常に長期間です。また9月の14日から開始のクエストも10月の5日まで継続されています。これは9月の21日から今まで配信されたイベントクエストがほぼ楽しめるアステラ祭りが開催されると見ても良いのではないでしょうか。今回のアステラ祭りは名前何になるんですかね。収穫の宴か豊作の宴あたりになるんじゃないかなと思います。予想ですが、このお祭りの時にゴクベヒーモスも帰ってくるんじゃないかなと思います。アステラ祭りが来る前にまだ全く着手ができていない通常ベヒーモスのソロ討伐、挑戦しておきたいなと思ってます。そしてここから完全なヨタ話なんですが、通常アステラ祭り今までと同じであれば10月の終わりぐらいに来る予想だったんですが、それを早めて9月の終わりに持ってきたということは、10月に大型アップデートが来る可能性が非常に高いと言えるのではないでしょうか。続きましてこちら、私の大注目クエスト、食という欲の扉を開け。クエストレベルは星4、フィールドは特殊闘技場。受注参加条件はハンターランク6以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟。食欲旺盛なモンスターを狩猟してお食事券をもらおうとのことで、こちらはドスジャグラス、プケプケ、パオルムーの大連続クエストです。非常に重要なアイテムであるお食事券の救済クエストです。このクエスト絶対に他の目玉クエストと一緒にやってくるので、落ち着いて回せた試しがないんですよね。今回は歴戦王クシャルダオラとセットでやってきました。お食事券使用による食事の大切さに関しましては以前動画でご説明させていただいておりますので、よければそちらもご覧いただければと思います。続きまして、ハレノのボレロ。クエストレベル星7、フィールドは大割塚の荒れ地。受注参加条件はハンターランク13以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。大割塚の荒れ地に生息するモンスターたちの大連続狩猟、金冠サイズも狙えるとのことで、こちらは大割塚に出現するモンスタークルルヤック、ゴルボロス、ジュラトドス、リオレイヤ、ディアブロスの大連続狩猟です。大小金冠が入手しやすいクエストなので、まだ金冠を集めきってないよって方はぜひ挑戦してみてください。来週のプレイステーション4版の期間限定イベントクエストは以上の3つです。いつもより少し少ない気がしますが、新歴戦王とお食事券が同時に来ますので、やることは尽きなそうですよね。それでは続きまして、パソコン版のイベントクエストの先取り情報をご紹介します。
まずは注目のクエスト。眩しさに抗うもの。クエストレベルは星6、フィールドは闘技場。受注参加条件はハンターランク11以上。クリア条件は実約3頭の狩猟です。攻防のセンスが光る頭防具シャドウアイアルファの生産に必要な素材を手に入れよう。これで眩しくても平気、ポーカーフェイスでクールに決めろとのことで、このクエストで期間限定装備であるシャドウアイアルファを作成することができます。この頭装備は季節耐性レベル1がついているだけの頭装備ですが、期間限定装備ですので、この機会にぜひ作成してみてください。私も絶対に作ります。続きまして、骨肉の狩り。クエストレベルは星5、フィールドは特殊闘技場。受注参加条件はハンターランク8以上。クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。小規の谷に生息する大型モンスター2頭の素材を狙えとのことで、こちらはオドガロンとラドバルキンの同時討伐クエストです。素材が入手しやすいクエストですので、2頭の素材が欲しい方はぜひ挑戦してみてください。続きまして、縄張り争い決定戦。クエストレベルは星5、フィールドは特殊闘技場。受注参加条件はハンターランク8以上。クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。鎧玉や上鎧玉が多めに入手できるイベントクエストで、防具を強化とのことで、こちらはボルボロスとディアブロスの同時討伐クエストです。報酬で序盤に枯渇しやすい鎧玉と上鎧玉が多めに入手できるので、最近モンスターハンターワールドを始めたという方には嬉しいクエストではないでしょうか。そして PC 版最後、解体のワルツ。クエストレベルは星7、フィールドは丘サンゴの大地。受注参加条件はハンターランク13以上。クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。丘サンゴの大地に生息するモンスターたちの大連続狩猟、金冠サイズも狙えるとのことで、こちらはツツヤック、パオルム、リオレイヤーアシュ、レイヒエナの大連続狩猟です。大小金冠が入手しやすいクエストなので、まだ金冠を集めてないよって方はぜひ挑戦してみてください。ということで、パソコン版は以上の4つです。開催日が確定したわけではないですが、アステラ祭り楽しみですよね。問題は発売したばかりのパソコン版でアステラ祭りが来るかどうかですよね。もし来るとしたら、今までのアステラ祭りで追加された重ね着装備や防具なども同時に実装されるかも気になります。また今回のアステラ祭りでユニバーサルスタジオジャパン第2期のコラボクエスト、皆さんが受注できるようになるのではないかなと踏んでおります。ユニバーサルスタジオジャパンに実際に入場し、チケットを入手したハンター、またはそのお友達しか作成することができなかった非常に強力な防具創生シリーズの装備、こちらが皆様も作れるようになるのではないかなと睨んでおります。もしこのアステラ祭りで装備が作成できるのであれば、ぜひ忘れずに作成してみてください。あとは新鑑定武器が追加されたマムタルト、こちらもぐるぐる回したいです。そして10月の大型アップデート、もし来るのであれば何が来るんですかね。新マップついに来ちゃいますかね。皆様のコメントを見てると、雪山を希望してる方が多いので、同時にティガレックスとか来てもらえるとめちゃめちゃ嬉しいですよね。ということで、今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。9月も10月も忙しい月になりそうです。またねー。